総会の久保です。総務省の接待問題、今回はですね、総務大臣すら接待にまみれていたということで、武田総務大臣もね、今まではね、私は先頭でもう責任を持って調査すると言ってましたけども、調査するべき総務大臣がもうまさにね、接待漬けになってるわけですから、調査なんてできるわけないですよね。ここで厳しい処分をしたら、おい武田、お前なんだ、部下を処分してお前が一番接待で賄賂やってんじゃないかっていうふうに部下に突き上げられたり、職員さんにね、もう信頼を失ったりするのがもう本当に困った問題なんですよね。だから個別の事案には一つ一つお答えできないが、国民に疑念を持たれるようなことはしていないって言ってましたよね。もう大いに疑念ですよ、その答弁が。武田総務大臣、もう早くやめた方がいいと思います。そしてですね、今回はですね、それに連なってなんと森友問題も息を吹き返してきましたよ。赤木ファイルについて、その存在を認めた池田さんというね、当時の、今も在職中だと思いますけども、内部の方の証言がついに出てきました。もう黙ってらんないんじゃないですかね。そして両親の呵責ってのはやっぱありますよ。自分がこの幸せをかみしめるたんびに、その礎となった、犠牲となった赤木さんのことを心が痛まないわけないですよね。大田時代局長、当時のこの方は最も罪深い人だと思いますけども、さらに大悪党となるのが麻生財務大臣ですよね。自分の部下を死に至らしめておいておきながら、自分の立場、出世のためにですね、その財務省というね、その職員、財務省を騙して部下を死に追いやって、他の職員にも不自由な思いをさせて、そして個人を潰して組織を守るというね、民主主義とはとても思えないような、そんなね、決断をする、とぼける麻生財務大臣、ひどい人です。これはね、国民の貯金が増えて問題があると言っておきながら、お前の貯金が一番多いよ、6億円以上。貯金があるのは特に悪いことではないでしょ。貯金というのは将来の消費ですよ。そう考えたら麻生財務大臣が6億円持ってても何の不満も起きないですよ。でも自分ではね、しっかりたっぷりと金をキープしておきながら、弱者に寄り添う姿勢ってのは全くない。さらに言えばですね、公明党さん、こういう時に公明党さんが切り込んでいかないと、創価学会の方もそういうことを期待して公明党さんを応援してるんじゃないですかね。なんで一番ね、生活困窮者に手を差し伸べられるべき公明党さんが自民党に忖度してだんまり決め込んでるんだって話ですよ。昨年10万円の提言をしてくださった方は本当に立派だと思いますけども、いまだにそれをね、誇らしげに胸を張って、今本当に必要な時に、もっと必要な時に何も施策をしない公明党はもう最悪な政党だと思います。本当にね、創価学会の皆さんが気の毒ですよ。公明党さんにつきましてはね、もうちょっと厳しい指摘を私の方から僭越ながらさせていただきますけども、今回ですね、麻生財務大臣、もうそろそろゲロしましょうよ、ね、もう麻生財務大臣、それで引退すればいいじゃないですか。全ての責任を取って財務大臣やってても迷惑かかってるだけなんですよ。もうやめましょうよ、ね、これ以上続けるとまたさらに人が死にますよ。一体何人殺したんですか、自国民を。あなた本当に日本人ですか。よその国からなんかスパイなんじゃないですか、あなたは。そんなことすらね、声が上がってきそうな、そんな雰囲気ですけども、私が勝手にそう言ってるだけかもしれないですけどね、ちょっとね、いろいろと我慢できないことありますね。いいんでしょうか、これで。本当に皆さんどう思われますか。赤木ファイル、一日も早く開示していただきたいと思います。赤木ファイルだってあるんだからね。麻生財務大臣もポロッと言っちゃったでしょ存在を認めちゃったでしょ。もうとぼけんのやめて出しましょう、みんなね。大臣も官僚もとぼけ王国ですよ。まあ自分の家族なり自分の身の回りの幸せを守るためにね、赤の他人がいくら犠牲になっても全く心痛めませんよね。そうかもしれないですね。まあでもね、言わずにいられなかったんで今回動画にしてみました。まあ、両親の呵責に耐え抜いてそのまま墓まで持っていくのか、それともね、最後に真人間になって世のため人のためを完成させるのか、これから見させていただきます。それでは今日は国会何時からかな、武田総務大臣のもう諦める姿と、週刊文春すごいですね。 NHK やね、朝日新聞、毎日新聞、何やってるの。
悔しくないですかね、これだけ一雑誌社に出し抜かれて。もうすでにね、週刊文春しか報道機関じゃないですよ。他はね、もう意味ない。週刊文春は売り上げを伸ばして、新聞は売り上げを下げて、これが現実さ。いってらっしゃい。